マッチ時間の制限一本勝負を行います。青コーナー173センチ80キロ、武田マトシ。赤コーナー173センチ94キロ、上げて大変形です。テンションまで広く上げてください。
Ha ha ha!
に行くのに早いぞこの野郎。今年はよ、伊藤隆二ともやれたし、こうして今日この場で俺っちのイデオロギーを一番継ぐ武田正史とやれてよ、俺っちは最高に嬉しいよこの野郎。でもよ武田、おい死ぬつもりでデスマッチのリングに上がるんじゃねえ、相手を殺すつもりで上がってこい。いいか、お前その目だよその目、本物の騎士狩りの目知ってるんだからよ。モノマネじゃねえよ武田正史、武田正史一人の人間としてよ、もう一回俺っちとやろうじゃないか。試合がしなくてプロレスから入ったし、ニューファイルって畑は違うけど、いつまでも葛西潤への思いっていうのは、一生ものなんだよそれは。でもリングに上がったらそれは別物、全然関係ない。負けたけど
俺が年取って廃人になるまで、何遍でも何万回でも何千回でもあの男とやって、俺があの男を超えて日本一のデスマッチ相手になってやりました。でも本当にあの男に憧れてプロレスラーになってよかったです。それは今日確信しました。何遍でも来年またクリスマスやるんなら、俺がもう一回でも離婚してスルーされても、おととし、おととしじゃねえよ、知らねえよこの野郎、2年後、3年後、4年後、いつまでも俺が離婚して、いつかこのクリスマスにあの男を超えてやります。それはあといいことない。やっぱよ、こうやってデスマッチで狂えるってのは最高に気持ちいいや。今までよ、フリーダムズで立ち上げてから、ちょっとおとなしくしてたけどよ、こうやってよ、やっぱりよ、狂い合わねえとダメだな、ストレス溜まってしょうがねえよ、小鹿の大盛りだけじゃよ、ストレス溜まってしょうがねえよ。まあよ、今日はよ、フリーダムズのリングで初めてこうやって狂えてよ、最高に気持ちいいわ。ああいう武田っていうよ、俺っちのよデスマッチを見て育ってきた人間もいるってことだしよ、ただよ、俺っちはよそんなお人よしじゃねえぞ、後輩のデスマッチファイターによ、後のデスマッチ会は任せだなんてそんなこと言わねえからよ、俺っちが引退すると同時によデスマッチも滅びるんだよ、それが理想だこの野郎、これからもよフリーダムズマットで狂ってっから。次まだ佐々木隆代表には行ってねえけどよ、この新木場で夏にでもよもう一回ド派手にデスマッチトーナメントを開催してやるから、それまで楽しみにしとけこれよ。